敗北の文学について、宮本ゆり子。1、信子は、だんだん引きつけられた。ページ9、プロレタリーアートは、時代の先端を、壮烈な情熱を持って進んでいる。しかも、我々の前には、過渡期の影が、なお巨体を横たえている。一生一生が、青年らしい丹念さでまとめられている。ページ9、 ダメだ、今夜は、云々。キザらしいところ。少子民的要素、貧困、本を愛する心、その他を描いている作者の情熱。諸論文は、丸一。矛盾は、軽蔑するべきものでしかないように書かれていた。しかし、敗北の文学では、矛盾は、検討されるべきものとして味わわれている。 信子はそこに新鮮なものを感じた。丸二。ページ十六。信子がペダンティシズムを感じているところに、筆者は芥川の知識に対する貪欲さを社会的生存的なものとして見ている。丸三。ページ十九。地獄編。野蛮な芸術的放悦にうんぬん。信子は野蛮なという形容詞にハッとした。それは、 彼女が感じていたものだったが、野蛮と言い切れなかったものだった、芸術至上主義者であって、そうありきれなかった彼、社会と芸術についての二元的な動揺を統一的金星に置こうとした捨て鉢な努力。丸5、強くリアリスティックになれない彼、ロマンティシズム、美を、時代と場所との制限をつけない美、歴史的素材、 エキゾティックな世界、奇跡に見出そうとした。大道寺信助の半生。これらの作品は、りんりんとした気迫を畳んでいる点において、私の好むものである。ページ13。が私は、法教人の死の情熱を愛する。ページ23。こういう言葉の中に筆者は、自分というものの責任を明らかにしている。意識してかしないでか。 芥川の作品に惹かれる点を率直に示しつつ、それをひっくるめて客観的に批判している。そこにある独特さ。超人であろうとする小市民性。プレハーノフ。ページ36。芥川は生活的観願に生まれた彼自身を軽蔑しずにいられなかった。天井から地上へ登るために無残にも折れたはしごである。芥川。 敗北の文学。ショー・ブルジョアジーの所属性の中で自我に関する施策こそが基本的な一線であることを知るのである。ページ16。しかし、ショー・ブルジョアジーの世界観の枠内に留まっている以上、施策する自我を救い出し発展させる可能はない。